お疲れ様です、ラットです。今日はですねこちらみかんバルーンですね。はい、というわけで、まあ、みかんさんが愛用してるやつです。これパクってきましたはい、というわけでこれを使っていこうと思うんですけど、バルーンね、まあ僕が使わないから単純に使えるようになりたいっていうので、まあ、やる感じですね。はい、でまあとりあえず公開で、あとゴブリンがすごいこのデッキ特徴的だと思うんですけど、マジでゴブリンなんかいないっすよ、使ってる人。マジで見ない。マジで見ない。まあでもキング12、トロ4000とかで、キング12とかの人からしてキング13の人がゴブリンめっちゃ使ってて嫌みたいなのはあるかもしんないんですけど、ゴブリンを愛用してるのはあんまいないですね、上の方で。珍しい。まあ有能系とかがね、最近有能とか工場が多いんで、まあそれに対して多分いいんだと思うんですけど。はい、というわけで、まあまあまあ、やっていきます。これは、美味しい。で、最近、クララを、まあ、やってるんですけど、頭を使ってというか、考えながら、まあ、それ考えながらやるんですけど、前以上にすごい考えながらやるのを意識してて、まあ、その何を、クララはその考えてやるっていうのは分かるじゃないですか。じゃあ何を考えるのっていうのがあるじゃないですか。あ。っていうのをですね、ちょっと、いろいろ。お話できたらなと思いますね。よいしょ。これでもあれでよくね。さすがに調子乗ったかな。さすがに調子乗った。これトレネで吸ってくるか。吸ってくるか。おー、ライト。なるほど。そのですね、何を考えてるのかっていうので、ですね、まあ、自己流なんでね、自己流なんで、全然わかんないんですけど、その、それが正しいとか、それで何か変わるっていうのは何もわかんないんですけど、最近その意識してることがあって、それがですね、すべてのユニットを出す位置タイミングに意味をっていうのをその自分の中で思ってやってるんですけど、攻めとるにはアホだな。まず一つ目ですね、すべてのユニットっていうので、まずそのユニットを出さないといけなかったのかっていう、出さなくてもよかったんじゃないかっていうところですね。そのユニットをまず出したか、なぜ出したか、なぜ出さなかったのかっていうのとかを、まあ、考えてやってるっていうのが、まあ一つ目ですね。まずはそのユニットじゃなければならなかった。なぜそのユニットじゃなければならなかったのかっていう面ですね。はい。がそれが一つ目。で、まあ二つ目が、すべてのユニットタイミング、すべてのユニット出す位置タイミングに意味を。あー、これは下手くそ。こういうのが良くないんですよね。マジで。こういう一つ二つで変わってくるんで。すべてのユニットを出す位置ですね。次に出す位置。つって言わないと忘れちゃうんで。すべてのユニット出す位置。出す位置。なぜその位置なのか。これ、クララってこれ一マス二マスとかがあるんですよ。これ。マジで、このマスがあるんですよね。なんで、そのマスを見て、なぜその位置なのかっていう。だからまあ一つ目ですね。よいしょ。すべてのユニットを出す位置、タイミングに意味を。よいしょ。オッケー、素晴らしい。いい防衛。しかもこれランバーが残ってるんで、このままレイジン乗せて。レイジン乗せて、レッツゴー。あ、あ、ごめんなさい、今の。はい。まあ、これはとりあえず勝てましたね。相手がめちゃくちゃ攻めとるねしてくれたのがラッキーでしたね。はい。というわけで、すべてのユニットを出す位置。出す位置は言ったな。多分話したっすね。なぜその位置なのか、なぜその位置ではじゃないといけないのかっていうのですね。はい、まあ、説明できるようにというか、まあ、全てに意味を持たせるっていうのをモットーにやってますね。で、最後が全てのユニット出す位置タイミングに意味を。タイミングですね。その相手が読み雪玉をしてくると思ったからとか、このタイミングとかいろいろあるじゃないですか。なんでそういうのを考えながらやってますね。すべてのユニット出す位置タイミングに意味を。あー、それはうまいな。それはうまいな。このプリン多分延命できないよな。やってみるか。いや、射程が長い。君の射程は長い。あ、届かなかった。いや、素晴らしい。素晴らしい。で、これはアイスピで処理してくる大砲かな。あー、だね。よいしょ。で、このコウモリとか無駄になるんですよね。こういうのが良くないから、まあ、これは、ここで攻める。で、アイス、おー、コウモリが入る。そう、相手アイゴレを今使えなかったんですね、ランバーが。いたことによって。よいしょ。で、多分今相手結構コスト使ってるんですよね。よいし
これレイジが強いんで、ここにコウモリ流して、アイスピ削りみたいなとこありますね。一発一発でけえ、マジででけえ。バルーン一発鬼でかいから、相手がケツメガゴとかしてきたら、ワンチャンラッキーみたいなとこもあるっすからね。これは雪玉はいらないかな。いや、アイスピだから撃つ。よいしょ。すべてのユニットを出す位置、タイミングに見よう。これワンチャンレイジに乗ったロリババ削り。ああ、うまいな。釣るのがうまいな。よいしょ。まあ、こういうのでプレッシャー与えていきます。まあ、少しでもレイジを生かして。オッケー。で、マスキ引き出したのでかいですね。プリンで処理。まあ、あとはコウモリと。ホグ来てもコウモリと。よいしょ、雪玉とかで。はい。で、これあとはもう、ケツランバからのバルーンしていけばいいですね。ウッディ、サイター。で、真ん中大砲で釣る、来るから、よいしょ、これはユニットを重ねて、OK。よいしょ。で、これでプリンで、あはー、削りたい。いや、これマスケ多分溶ける。あー、溶けて溶けて溶けて、まあでも、あとちょっとですね。よいしょ。いや、これは許容します。ここで変に防衛で裂かずに、攻めで、この辺全部使っていきます。なるほど。あー、ワンチャン。お、マスケ、マスケ、マスケ、うーん、届いてないよな。雪玉8回とかにする。よくないかな。雪玉8回とかにする。ここはゴブリンで美味しくいただく。いやー、で、ここのアイスピとかでイチャイチャしたいですね。ここスケルトン構えて。来んのかい。ああ、なるほどね。それは、うまい。けど、そう、マスケ咲いたでしょ。終わったくね、相手。お疲れ。ああ、ランバ、ランバ。君はね、走りすぎ。君は走りすぎ。走りすぎだけど、逆にもっと走ってもらう。あはん、走れ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 。走れ、走れ、走れ。オッケー。すんごい、すんごかった。すごい雑だったけど。まああれですね。本当に一つ二つのことを、本当に細かいことかもしれないんですけど、まあすべてのユニット出す位置、タイミングに意味を。ですね。まあ全然まだまだなんですけど、自分がね。自分がそういうの甘いんですけど、ちょっと考えるようにはしてますね。よいしょ。これはロリババですね。ロリババで、まあ、コスト割いてくれたら割いてくれたら美味しいですね。ロリババ ISP ゴブリンとかでできるだけ細かく、なんかいやらしい攻めをしてですね。相手に、うわー、なんかユニット裂こうかなーって迷うような攻めをしたい。これ ISP でプリン殴らにかな。よいしょ。素晴らしい。美味しい。ここになー、コスト使うの嫌だけど、コウモリならいっか。おや、珍しい珍しい。これは、うん、雪玉でいっかぽい。アウトロースケバレ。あー、なるほど。このバルーンに乗せたいけど一回待ちですね。相手の対空アウトローギャングコウモリだったっけ。スケバレ迫撃かな。まあ迫撃でしょうって感じですけど、よいしょ。これ延命する。あー、なるほど。コウモリとかで来る予想の、あ、でもそれは、うまいな。まあ、でもここはレイジに乗せて、レッツゴー。これ雪玉が遅い。雪玉が遅い。押し込め。あー、惜しいな。雪玉が今僕遅かったですね。ああいう反応、多分みかんさんだったら、今の余裕で一発入ってましたね。雪玉もっと、一瞬でパッて打ってた。そういうとこですね。甘い。一瞬の判断ですね。バルーンとかだとマジで変わりますからね。まあ、ホグとかでも一発が。で、ここは、遅れてプリンでいいかな。右の方が削られてないんで、許容します。よいしょ。で、キツランバーから、お、美味しい。それ美味しい。それ美味しい。で、これ、ガゴ読みアイスピー。OK。で、ここに、まあ、右にコウモリ早めに出しとけば、ペッカを溶かしてくれる。
おー、おいしい。オッケー、もう一発バルーンワンチャン入る。落ちた、落ちたんだけど、これ防衛がむずいんですよね。落ちたんだけど防衛がむずい。よいしょ、これプリン。あー待って、やばい、空振ってる。あー危ない。よし、そう、ちょっとね、ちょいちょいあれがあるんですよ。なぜその位置なのみたいな。もっといい位置があったくないっていうのが、やっぱできちゃうんですよね。その、相手がこうやってめちゃくちゃ攻めてきたときに。それをなくしたいですね。よいしょ。あ、やばい。待って。余裕で守れたと思った。まあまあまあ、でもここは、多分ペッカー来てくれたら美味しいんですけどね。ペッカー来た瞬間、ランバーバルにして、あ、プチって今。あ、待って。ちった、ミスった、ミスった。いや、いいや、これなんか来る。おいしい、プリンが残って。いや、このプリンとか延命しないといけないんですよね。よいしょ、やばい、相手が早いけど一回許容できる。オッケーオッケー、やばい、いてー。さあ相手攻めてきた。これはしまいプリンで、ガゴ、よいしょ、オッケー、これ耐える、よし、オッケー。でもう一回始めプリン、殺害しちゃったか。オッケー、グッドゲーム。いやー、いいですね。まあ回転めちゃくちゃ速いからマジできついんですけど、無駄なことやっぱしちゃうんですよね。だからまあ一つ思うのは、結構ギャングとか僕絶対後ろのキング裏セパとかしないんですけど、あれだって結構無駄じゃないですか、無視されるし。なんでキング裏からヤリゴブとかギャングとかをセパレートするぐらいなら、僕は端前から絶対出しますね。それ相手は絶対何かやっぱ対処しないといけないんで、っていうのはまあすごい思ったりはしてますけど、まあ何が正解っていうのがクララはないんでね、わかんないんですけど。なんでまああれですね、まあちょっと考えてる、なんか勝てないなとか思ったら、すべての、まあ僕の理由なんでね、本当に何もわかんないですけど、ずっと前から考えてたとかじゃなくて、最近ちょっとそれを意識してるっていうだけなんでね。なんでまあ、良ければすべてのユニットを出す位置、タイミングに意味をっていうのを、まあ、なぜそうしたかっていうのをね、はい、すべてに、まあ意味を持たせて、できればもっともっと勝てるようになるんじゃないかなと思って、はい、やってるんで、少しでも参考になれば、参考ならない、ならないか、さすがに。まあ、なればいいかなと。はい、思います。というわけで、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。はい、で、今、このダブルエリクサ大会が来てるんですけど、このチャレンジおすすめデッキもね、紹介してるんで、よければね、はい、見てもらえたらいいかなと思います。というわけで、よければチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。